長い階段でふと見たら、なんか無地の黒いブルマみたいなアンラッキーパンツ。潔悪いパンツ見せろ。そんなのを履くなら、ひらひらのスカート履くな。デニムに履き替えろって。あー、なるほどな。店パンみたいな。そうそうそう。これが腹立つ。まあ、いるんだ、未だにそんな。ねえ。これ何なの？下に。ブルマ。ブルマなんてある今。ブルマ。ブルマみたいなの、うん、みたいなっつって。見せてもいいやつですよね。最近スカートの下のスパッツみたいなのスパッツですよ。デニム履いてない短いデニム。ああ、そうだったら、なんか、ミニスカに見えるけど、ちょっと立ったら分かる、ね。そう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 。白いスカートの人に多いね、それね。はい、あおなんか言いたいことありそうだな。白いスカート。おお始まった、漏れてる、漏れてる。漏れてる。ラップが漏れてる。えお前らパンツ見せやがれ。俺はパンツをいつも見る、ホットパンツに俺はホットケーキ挟んでやべえ食べるのさ、ホットホットホットホッテスト、ホットホットホッテスト、本当に俺はほんなんか星葉になっちゃったもう欲しがりになっちゃったよ。もう欲しかったからね。やばかったですよ。いや、出ないわ。ド変態でしたよ。これ。ド変態。よー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 育児のない店パンなんて履いてんじゃねえ。もうパン使う。ジーパンかどっちか。なんだこの黒いブルマみたいな履いて。てめえは、俺怒り崩ったぜ。ブルマっていうのは良くない。俺怒ったぜ。そう。ベジータのように。無理やりもう今。なんでよ。下がってきてんねんね。クオリティ下がってきてんね。やばいね。随分。これは3時前にやる企画じゃないからね。8時にちょうだい、8時に夜の。ちょっともう、チョコレートが欲しいな。ちょっと川島 .com のピーク2時だったね。K の聞きたい、K の。K、よ、よ、K、よ。K、K の、K、よ、K。パンツ見せろよ。パンツ見せ、長い階段でふと見たら、なんか無地の黒いブルマみたい。アンラッキーパンツ履いて、臭い臭い、お前のお股臭い。おー、また臭い。おまた臭いぜ、お前はなんだかわかんねえ。なんか危なかった、俺も今。おーまーって、こうやってまた TBS ラジオをさ、すごく恨んでるから。あー、もう潰そうという。そうそう。自分ごと怖かった、怖いよ、ほんとに。全然出てこない。ちょっとメールが、これが悪い。メールがちょっと悪い。これいけんじゃないの、例の。大島のトムの荻そうか、ゴンチェルか、ゴンチェルか、ゴンチェルいけるのかよ、イェイイェイイェイ、 DJ じゃなくて MC ゴンチェル、カモンイェイイェイイェイ、ちょっと待ってください、イェイイェイイェイ、ゴンチェルイェイイェイ、黒い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 車、ちょっと待って、危ない、怖っ、黒い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 ブルマ、怖っ、階段でした、鬼出たんだよ、やったことない、やったことないんだね、まさか鬼がいたんだね、いるんだ、そうするわ俺、さあこちら、ラーメンちょびひげがある、先週くれたメールです。小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは、うん。ATM の手数料って不満です。うん、誰に対して手数かけてると思いますっていう。うん、これどうぞ、みんな不満に思ってます、ね、高いですもんね、うん。銀行ですよね。銀行。銀行のね。うん、銀行から銀行に行くのに手数料。とか、お金下ろすの。自分のお金を預けてるのに、それを引き出すのにかかったりするでしょ。315円。あ、うわ、行っちゃそうだな。ちょっと待って。おいよ、おい。ありそうやな。待て。俺はそう見た。空気、おかしいだろ。カマ。てめえ、ATM の手数料って誰に入ってんだ、なんで自分の働いた金を自分で引き出すのに誰に金取られてんじゃ、だろう。ムカつくぜ、ATM。
頭にきた、たまんねえ。まあまあ許してやろう、略して ATM。 うん、おい矢作笑ってんじゃねえ、てめえいけんじゃねえのか。イエーイ、イエーイ、 ATM、 俺の名前は MC、 MC、 あ俺の名前は ATM よ。この際、いやこの際俺の名前は ATM、 いや認めろ認めろ、いいか俺の名前は ATM、 認めろ、認めてないなよ、認めろ、さてはおう、さては認めてないな、いいか耳の穴かポジティブ、俺の名前は ATM。 マーフィーが漏れますね。全然認めてくんねえから。いやみんなはいって言ってますよ。もう ATM って言い切ったから。あ、分かった。今俺が言おうとしたのあれが出てこなかった。 MCAT が、あ、MCAT、 そう、 MCAT と ATM をうまく俺は書きようと思ったの。じゃあ俺は ATM に認めろ、耳の中ポジテ。家来てるぜ、来てるぜ、続々と、これは来てるぜ、まだまだ来てるぜ。ラジオネームトレハロースカルトぜ、僕はタメ口でインタビューに答えるアーティストに不満を感じます。ああ、たまにいますよ。絶対にインタビュアーの方が年上なのに、足を組み、肘をつき、雰囲気出しながらタメ口で話す感じ、とても腹が立つ。うん、思いますね。これ。うん、だ、うん。だ、そうです。あの、みんなの、やりたくないからって。あの、別に腹立ってませんけど、みたいな。全然腹立たれてて。言おうって俺が言ったらさっき、ちっちゃって流れちゃったから。あれで急に言えなくちゃうんだよ。俺に紹介した瞬間に、あ、いや、クロスだ。あクロスだは来てるぜ。いや、聞かせてくれよ。お前嫌いそうだな、アーティスト嫌いそうだな。たくさんいるぜ、なんだか最近芸能界になれるやつ。